ドクターフーは1963年からイギリス BBC で放映されている世界最長の SF テレビドラマシリーズである。基本的なストーリーとして一貫しているのは主人公のドクターと呼ばれる異星人が地球人の仲間と共に軸を自由に行き来して旅をする道中で遭遇する地球や他の惑星で起こる理不尽な外的侵略や タイムパラドックスなどを防ぐために奔走するという冒険物語である。ドクターとは仮の名前で本名は明かされていない。その背景はエピソードを重ねていくうちに徐々に明かされていく。1989年に一度終了した後、1996年に単発の特別版を経て、2005年に新シリーズがスタートし、現在も放送されている。 当初は子供向け番組だったが、シリーズ長期化に伴ってその人気は不動のものとなり、イギリスのポップカルチャー、ロングレーナー、作曲によるオープニングテーマは放送開始の BBC、レイデューホニックワークショップ制作バージョン以来、いくつかの別バージョンを経ながらも、一貫して同じ曲が使われている。愛好家には、フービアンという名称がある。ターディスドクターはもともと、 ギャリフレイという惑星に暮らすタイムロードという種族だった。タイムロードは外見は人間と同じだが、心臓を2個持ち、体が重度の損害を受けた場合は少なくとも12回まで別の体に再生できる能力を持つ非常に著名な種である。また彼らはタービスというタイムマシンにより、宇宙のあらゆる場所、時代に行けるほど高度な文明力を持つ。ただし、 自分たちの高い技術を多種族に知られることを恐れて、基本的には宇宙で起こる事件に関しては不干渉主義を貫いていた。ドクターはそうした官僚主義的な状態に反発して修理中のターディスを盗み出して出本し、数々の冒険を重ねていくことになる。ドクター風のエピソード一覧を参照番組開始時より1967年まで使用されたタイトルロゴ、 1963年11月23日から放送開始。1989年12月6日の放送をもって26年間続いたシリーズの幕を下ろした。1話25分であるが、1985年のシーズン22のみ1話45分。日本では株式会社ポニーキャニオンから1986年にクラシックシリーズのシーズン12。 サイバーマンの逆襲とシーズン13火星のピラミッドが1987年5月21日にシーズン14死のロボットが VHS でリリースされた。いずれもトム・ベーカーが4代目ドクターを演じていた時代の作品である。1993年には NHKBS2 の衛星劇場にて火星のピラミッドを含む シーズン13の吹き替え版が放送された。4代目ドクターの吹き替えを行ったゲンダテスショーは、同局で、放映の新シリーズでオープニングナレーションも担当している。ユニバーサル TV と BBC ワールドワイドと20世紀、FOX テレビジョンによって制作された。アメリカ SF ファンタジーホラー映画アカデミーによる土星賞の1996年度最優秀。 テレビ映画賞を受賞した。制作された当初はシリーズ化が計画されていたが実現しなかった。日本では字幕版 VHS が販売されている。連続ドラマとしては16年ぶりとなる。制作は BBC ウェールズ。9代目ドクターからのスタートとなり、宇宙を揺るがす大戦争タイムウォーによりタイムロードがダーレクトの相打ちで絶滅したと判明する。 2005年から放送1話約45分13話を1シーズンとして1年間に1シーズンずつ放送し2008年まで続いたが10代目ドクターが11代目へと交代するにあたりスタッフを一新全面リニューアルすることとなった新たな幕開けとなるシーズン5へ向けての充電期間として2009年は4本のスペシャルのみが放送された 2010年のシーズン後からは、ラッセル・ティ・デイビスに代わって、スティーブン・モファットが制作葬式を担い、11代目ドクターと12代目ドクターの時期を担当した。2018年からは13代目ドクターのシリーズとなり、クリス・チブナルを制作葬式にして、再びスタッフが一新された。2005年から2009年、編集マレーゴールドプロデューサー。 フィル・コリンソン2010年から2017年、編集、スティーブン・モファット2018年、編集 NHKNHK 版では、シーズン1、クリスマススペシャル2005、シーズン2をまとめて、全27話としている。日本語版スタッフは、以下の通り。ララ TV、ララ TV では、2010年3月からシーズン1、クリスマススペシャル2005、シーズン2が放送された。 2011年12月にララ TV でシリーズ3が放送されることが同年10月22日にアナウンスされた。12月14日に2006年クリスマススペシャル消えた花嫁が放送され、12月17日のシリーズ3スミスとジョーンズから毎週土曜日に放送された。ディズニー XD ディズニー XD では2009年から放送されていた。 ヒカリ TV2013 年1月20日からは、ヒカリ TV でシリーズ4の日本初配信が開始され、同時にシリーズ1から3も配信された。ビデオサービス及びモバイルサービスのどちらでも視聴可能である。同年10月14日には11月21日からシリーズ4.5が配信されることが報じられ、これも同シーズンの日本初上陸となった。 フール2012年2月18日からフールと BBC のコンテンツパートナーシップが開始されシリーズ3までが配信された2014年8月4日にはファンからの要望を受けシリーズ4とシリーズ5の間のスペシャルエピソードの配信が開始された2013年11月23日にはすでに配信していたシリーズ1から4に加えて シリーズ5から7の配信を開始した。11月23日にシリーズ5がすべて配信され、12月6日からシリーズ6、ドクターからの招待状を封き切りにシリーズ7、ドクターの名前まで毎週1話ずつ配信された。なお、Hulu で、ドクターの人2013年クリスマススペシャル、ドクターの時、及びスペシャルコンテンツ、ドクター、 フーの世界が配信されたのは2015年7月27日のことだった。シリーズ8以降は DVD 販売に先駆けてフールでも配信されており、シリーズ8は2016年3月18日に公開された。2018年3月24日に2015年クリスマススペシャルリバーソングの夫と2016年クリスマススペシャル帰ってきたドクターミステリオ 3月31日にシリーズ10、4月19日に2017年クリスマススペシャル戦場と2人のドクターが字幕、吹き替えそれぞれで配信され同時期にドクター風のスピンオフであるクラスから狙われたコールヒル高校マイナスが字幕、吹き替えでそれぞれ配信されたこの時シリーズ10配信記念としてミトンやコースターといったグッズが30名に当たる 抽選会が開催された。2019年2月8日からシリーズ11が、2020年6月24日からシリーズ12が配信されている。Amazon, amazon.com からシリーズ3からシリーズ4.5にかけての吹き替えなしのオンデマンド DVD が発売されている。他、Amazon プライムビデオで字幕版が配信されている。 ユー u Next シリーズ9までの字幕版が配信されている。門川マットスミスが11代目ドクターを演じたシリーズ5から7はドクター風乳ジェネレーションという放題が付けられ門川から DVD がリリースされた。2014年9月5日にレンタル版がリリースされた後同年10月3日にシリーズ5が同年12月5日からはシリーズ6が 翌年2月6日にシリーズ7の DVD が発売された。なおシリーズ7が収録された DVD ボックス3に、ドクターの人2013年クリスマススペシャル、ドクターの時は収録されておらず、これらは同年3月6日の発売を待つこととなった。続くピーター・カパルディが12代目ドクターを演じたシリーズ8からシリーズ10は、 ドクターフーネクストジェネレーションという放題でリリースされた。2018年6月8日にシリーズ8、8月3日にシリーズ9、10月5日にシリーズ10の DVD ボックスがそれぞれ発売された。シリーズ11以降はドクターフーリボンという放題が付けられ、2019年6月7日に字幕吹き替え付きで角川からシリーズ11、アクスミステリーシリーズ5は アクスミステリーで2015年6月から放送が開始され、同年12月にも一挙放送が行われた。2016年4月4日からはニュージェネレーションシーズン2としてシリーズ6が放送された。ギャオ、ギャオではシリーズ5とシリーズ6のみが字幕で配信されている。バフタテレビ賞、ショ賞ーーナショナルテレビジョン賞 TV クイック TV チョイス賞ブロードキャストマガジン賞、BBC TV モーメント賞スクリーム賞、SFX 賞本作の主人公。惑星がリュフレイ出身のタイムロードであり、命が危機に瀕すると再生して、記憶を引き継いだまま別の容姿、人格になるというタイムロードの性質ゆえ、様々な容姿、年齢のドクターが存在する。タイムマシンターディスを盗んで旅に出ており、 地球人など様々な人物をコンパニオンとして旅に連れ出す。詳細はドクターを参照ドクターは毎回一人から三人の仲間と共にターティスで旅し様々な危機に対して共に立ち向かう。その仲間たちはコンパニオンと呼ばれている。若い女性であることが多い。地球人だけでなく異星人やタイムロードであることもある。冒険の後、 彼らは様々な事情でターディスを降りることになるが、サラ・ジェーン・スミスのように時を、サラ・ジェーン・スミスン、エリザベス・スレーデン、日本語版平野文三代目、4代目、5代目ドクターのコンパニオンであった地球人の女性ジャーナリスト。30年ぶりにドクターと再会する1、K-9 をドクターから預けられるが、歴史を変えないためにその存在を隠し続けていた。 ドクターに恋をしていたことが作中でほのめかされており、ローズに対し半ば対抗意識を見せる。最終的に二人はタイムロードという面倒な男を愛した仲間として友情で結ばれる。最後には過去に言えなかったドクターへの感謝と別れの言葉を告げ、K-9 と共に日常へと帰ってゆく。後にユニットに所属する。活躍はスピンオフ。 サラ・ジェーン・アドベンチャーで描かれ、シーズン4でも再登場する。K-9K-9 世、ジョン・リーソン、日本語版タタの傭兵51世紀の犬型ロボット。4代目、8代目ドクターのコンパニオンでもあった。シリーズ2で25年ぶりの再登場を果たした。口癖はもちろんです。経年劣化で壊れており、ドクターに修理され復活する。 クリリテンとの戦いでクリリテンオイルを爆破し、彼らと共に爆発に飲まれた。その後ドクターに再び修理され、マーク3型からマーク4型となり、サラ・ジェーン・スミスと共に日常へと帰ってゆく。シリーズ4でも再登場し、地球に残留した。ローズ・タイラー詳細は、ローズ・タイラーを参照演、ビリー・パイパー、日本語版、坂本マーヤーシーズミ1。 4夫人福売場に勤務する19歳の少女。家族や友人にドクターとの旅を知られている初めてのコンパニオン。残業後にマネキンの襲撃を受け、9代目ドクターに助けられる。少々向こう見ずな面もあるが、冒険心に富ドクターの危機を救う。そのままドクターの相棒としてターティスに乗り込み、冒険に乗り出していく。ミッキー・スミス詳細は、ミッキー・スミスを参照演。 ノエル・クラーク、日本語版、佐藤節次シーズン1、2、4自動車の修理工場で働くローズの恋人。優しいが、少々肝った間が小さい面もある。ターリスに乗り込んで、ドクターやローズと共に旅をすることになるが、2、パラレルワールドに存在した、もう一人の自分の代わりにサイバーマンの侵略を阻止するため、パラレルワールドに泊まることを決意する。3、 キャプテン・ジャック・ハークネスキャプテン・ジャック・ハークネス詳細は、ジャック・ハークネスを参照演、ジョン・バ・ローマン、日本語版竹、若・タクマシーズン1、3、4。51世紀のタイムトラベラー。オムニセクシャルで、好みは、老若男女、どこの星の出身であろうと誘い文句をかける。ドクターとローズを騙して金を得るため医療船を、ロンドンに墜落させ、 それが原因で起きた事件を彼らに収集してもらい、改心し、タービスに乗船する。ダーレクに抹殺されるが、タイムボルテックスを吸収したローズによって、不死身となって生き返り、それ以降は、トーチウッドに勤務することとなる。マーサ・ジョーンズ詳細は、マーサ・ジョーンズを参照エンフリーマージマンシーズン3でのコンパニオン。医学生であり、研修医として勤務していた病院ごと月に、 転送された際に、ドクターと出会う。4。初対面のドクターにキスをされ恋に落ちるが、常に、ローズを思い続けるドクターにその思いは届かず、次第に不満を募らせていく。ドナノーブル詳細は、ドナノーブルを参照演。キャサリンテイト、日本語版マイナス、乱先子シーズン4でのコンパニオン。タイピングが得意な派遣社員。ドクターと共にラクノスと戦うが旅の誘いを断り。 そのこと後悔しつつ平凡な生活を送っていたところ、彼と再会を果たして、ご旅に出る。エーミー・ポンド・エーミー・ポンド詳細は、エーミー・ポンドを参照演。カレン・ギーラン、日本語版、植竹交際2010年から2012年シーズンを、6、7ターティスが墜落した民家で、ドクターが出会う7歳の少女。壁の日々を恐れて、助けを願っていたところ、ドクターと出会い。 14年後に戻ってきた彼と旅をする。時空間の裂け目をめぐる物語に大きく巻き込まれていく。ローリー・ウィリアムズ詳細は、ローリー・ウィリアムズを参照演、アーサー・ダービル、日本語版、中島よしき2010年から2012年シーズンを、6、7エイミーの幼馴染にして、夫。エイミーとは、深い愛で結ばれており、命をかけて、 彼女のために行動する場面が多く見られる。クララ・オズワルド詳細は、クララ・オズワルドを参照演、ジェナル・イーズ・コールマン、日本語版、原島小杉2012年から2015年シーズン、7、8、92012年のクリスマススペシャルより登場する、コンパニオン。異なる時代に、複数のオズワルドが存在し、ドクターはその謎を追うことになる。どのクララも、乱遊クレバーボーイ、 アンドリメンバーという言葉をドクターに言い残すという共通点を持つ。ビルポッツ詳細は、ビルポッツを参照エンパールマッキー、日本語版、森千秋2017年シーズン10シーズン10、約束より登場するコンパニオン。12代目ドクターの講義に参加し、彼の行為でコンパニオンとなる。レズビアンであり、恋人が登場するシーンが見られる。ナードル詳細は、 ナードルを参照演、マット・ルーカス日本語版、ホリ・ソー・シローシーズン9、10-2015年のクリスマススペシャル、リバー・ソングの夫より登場するコンパニオン。もともとは、ドクターの妻である、リバー・ソングと行動を共にしていたが、ドクターがリバーとダ・リリアム星で別れた後は12代目ドクターの、コンパニオンになった。グレアム・オブライエン詳細は、グレアム・オブライエンを参照演、ブラッドリー・ウォルシュ。 日本語版、宮崎敦敷地ライアンの祖母の再婚相手。シーズン11第1話で、エイリアンと戦い、妻を亡くす。ライアン・シンクレア詳細は、ライアン・シンクレアを参照円としコール、日本語版、佐々木拓新運動障害を持つ19歳の青年。疎遠な父がいる。ヤズミン、カーン詳細は、ヤズミン・カーンを参照円マンディップ・ギル、日本語版。 浜口綾野ライアンとは小学校の同級生。地元の警察官。団地で父、母、無職の姉との4人暮らし。ジャッキー・タイラーエン、ミ井・ユコデュリ、日本語版、磯部雅子ローズの母親。正式名称は、ジャクリーン・アンドレアス・ゼット・タイラー。ピートの世界においては1968年2月1日生まれの40歳だが、39歳としている。 夫であるピートを失い、ローズを一人で育てていた。再婚することはなかったが様々な男性と関係を持ち、ローズの悩みの種になっていた。多弁で騒がしく化粧も濃い今時の母親であるが、ローズが無断で一年間タイムトラベルを行って、行方不明になった際は、非常に心を痛め、娘を連れ出したドクターをはたっきもした。その後、ドクターを信頼し、 娘の出版を容認する。シーズン2、永遠の別れで、ピートたちと共にパラレルワールドに移住。ローズの兄弟にあたる子供を授かる。シーズン4で再登場し、ダーレックに襲われるサラジェーン・スミスを助けドクターに合流する。ピート・タイラー園、ショーン・ディングール、日本語版、中野博士ロ,ローズの父親。1987年11月7日。 ローズが生まれて6ヶ月の時に亡くなっている。本人によればあまり良い父親ではなかったらしいが、ローズがタイムパラドックスを引き起こした際には自らを犠牲にして問題を解決する潔さを見せた。パラレルワールドのピートは実業家として成功していた6がジョン・ルーミックの陰謀に巻き込まれ妻、ジャッキーを失う。ルーミックの野望に気づいており、ジェミニという偽名で、 レジスタンス側にサイバス工業の情報を流していた。サイバーマンのケミーコはトーチウッドで行動しており、サイバーマンとダーレクの進行の際、7に元の世界からやってきたジャッキーと再会した後、ローズとミッキーを含めた4人で生活を始め、ローズの弟に当たる子供もできた。別世界からやってきた娘に対しては当初は否定的な態度をとっていたが、結局は、 父親として彼女がドクターと最後に交信できる手伝いをする。シーズン4、旅の終わりでは、パラレルワールドに残って、息子の子守りをしていたため、戦いには参加しなかった。ルーシー・サクソン・エン、アレクサンドラ・モーエン6代目マスターの妻であり、コンパニオン、アークエンジェル・ネットワークで改ざんされた、ハロルド・サクソンの正体を唯一知り、100兆年後で生きる人類を守るため、 マスターによる現代人の虐殺に協力する。貴族であるコール家の一番年下の娘で、ボーリングスクールで学び、成績も普通で無害なタイプの女性であった。しかし政治家である父親に親切にしたハロルドに、好意を抱き、彼の正体を知っても、なお運命を共にすることを選ぶ。他の人類同様、アークエンジェルネットワークに接続されているが、躊躇なく、 殺人を犯し次第に狂気に走るマスターを本心では拒絶しており、そのことは常に右目のみが潤んで充血していることで表現されている。マスターの改造したターディスによるパラドックスの解消後に時間が巻き戻り、アークエンジェルネットワークが消失したため彼への行為が薄れる。その結果彼を射殺し、刑務所に収監される。2009年スペシャルで再登場。 マスターの信奉者たちによって、刑務所から連れ出され、彼の遺伝子情報を得るため唇の組織を使用される。それにより、マスターが復活することになるが、すでに彼への好印象は皆無となっていたため復活の妨害を行う。ウィリフレット・モット・エン・バナード・クリビンズシリーズ3、呪われた旅路で初登場。ドクターに新聞を売り、 またドクターが関わった事件の数少ない目撃者であることを明かす。シーズン4ではドナの祖父として再登場しドクターと再会する。ドナがドクターと旅を始めた夜5、趣味の天体観測中にドクターのタービスが飛び立つのを見送りドクターと信仰が生まれる。シルビアからは邪魔者扱いされているが様々な出来事を経験するうちに信頼を取り戻していく。 元軍人であり、第二次世界大戦中、ナチスの強制収容所に関わる任務についていたことが、精神的な重しになっている。従軍時代の知り合いからは、キャプテンと未だに呼ばれており、ドクターに対しても敬礼で挨拶する。2009年クリスマススペシャル、ザエンド・オブ・タイムで、コンパニオンとして、ドクターと共に、マスターの脅威に立ち向かう。 その際普通の人間ならば探し出すことも難しいドクターの居場所を突き止め、さらに同じ人間と何度も出会うことのないドクターと何度も出会っていることから何かしらの運命に導かれているのではないかという疑問をドクターが抱く。演じるバーナード・クリピンズは1966年のピーター・カッシング主演の映画地球侵略戦争2150で主役を演じたコメディ俳優。 ハリエット・ジョーンズ園、ペネロープ・ウィルトン、日本語版1柳見る、女性国会議員であり、後に首相に就任。初対面の人物に、自身の議員身分証を見せながら、ハリエット・ジョーンズ、上院議員ですと、自己紹介する癖があり、それに対して、相手が、知っていますと返すのがお約束となっている。弱者のために奔走する性格であり、場合によっては、自己犠牲も厭わない。 上院議員時代に、スリジーンの陰謀に巻き込まれ、9代目ドクターやローズと知り合う。2005年のクリスマススペシャルでは、首相の地位についており、地球に侵攻してきたシコラックスの宇宙船に拉致される。その際、再生直後の10代目ドクターたちと再会し、救出される。しかし、その直後に、地球から撤退中の宇宙船に破壊命令を下したことで、ドクターと決裂。 その後は失脚した模様である。その時の自身の選択について、国民を守らなくてはならない。自身の立場と、ドクターの立場との間で葛藤があったことをほのめかす。シーズン4、盗まれた地球で再登場し、マーサや、ジャックたちにサブウェーブネットワークの存在を明かす。ダーレックに侵略された地球を奪還するためには、ドクターの存在が不可欠であると確信しており、 トーチウッドやサラジェーンたちの協力のもと、ダーレク側に、自身の居場所が悟られる危険を承知の上で、ドクターへの行進を試みる。その後、居場所を探知したダーレクたちによって抹殺された。フェイス・オブ・ボー・詳細は、ジャック・ハークネスを、参照イストリアン、ロジャー、日本語版、小川真嗣・シルバー・デバステーション出身で、蒸気で動く流体の生命維持タンクに入った。 顔だけの宇宙人。ドクターと3回対面しており、3度目にはドクターに、一人ではないと告げて、息を引き取る。同じ言葉を、ジャックも発しており、同一人物であることが暗示されている。ジェニー・エン・ジョージアもフェット・ドクターの DNA から、作られたクローンで、8、ドクターは彼女を娘と認める。銃で撃たれて死亡するが、ドクターが旅立った後に再び目を開け、 宇宙船を奪い宇宙へと飛び立つ。なお、演じた女優ジョージア・モフェットは、旧シリーズで5代目ドクターを演じたピーター・デイビソンの、実の娘であり、共演した10代目ドクターである、デイビッド・テナントの妻。リバーソングエン・アレックス・キングストン、日本語版、原島小杖詳細は、リバーソングを、参照かつて10代目ドクターが図書館で出会った女性で、正体は、エイミーとローリーの娘。 シリーズ6の中核に位置するキーパーソン、マダム・バストライン、ネーブ・マッキントッシュ、日本語版、森千秋。ビクトリア時代に暮らすサイルリアン、スコットランドヤードが頭を悩ます。難事件を解決する名探偵でもあり、ドクターとたびたび協力する仲間。ロンドンの地下鉄工事によって都市を人間に破壊され、目覚め、作業員を虐殺していたところでドクターたちに出会う。 やがて人類を許し、仏統派メイドのジェニー・フリントと同性婚をする。ジェニーを妻に持ち、探偵業を営む。切り先、ジャックを始末し、その肉を食料にする。デーモンズランでエイミーを救うため共闘。戦いで死亡したソンターランの看護師、ストラックスを復活させて仲間にする。シリーズ7ではこうによって仲間を集めドリーム会議を開き。 リバーとクララを引き合わせる。詳細は、マスターを参照宇宙征服を企むタイムロードで、ドクターの宿敵にして、影のような存在。ドクターと同様に本名は不明だが、ドクターが宇宙を救うために働く者として、ドクターと名乗るのに対して、宇宙を征服するものとして、マスターと名乗る。惑星ガリフレイのアカデミー時代に、ドクターとは同級生だった。 初代マスターはシーズン8で初登場を果たし、その後も再生して姿を変えながらドクターと対決する。ドクター風のモンスターを参照ターディスターディス詳細はターディスを参照軸を超え対動を可能とする装置、タイムマシンである。60年代のポリスボックスの形状をしている。ソニックスクリュードライバー詳細はソニックスクリュードライバーを参照手のひらサイズのスティック型の機械。 日本語版ではソニックドライバーと呼ばれることが多い。その名の通り本来はネジ、ね、回しとして使われる。使用する際に光と音を放つ。サイキックペーパー拍手だが相手に見せたいものを表示できる紙。主に身分を詐称する際に持ち、機械に対しても ID 代わりに使用可能。またテレパシーによって市場に文字を浮かび上がらせることも可能で。 コンタクトを求めてきた人からのメッセージが届くこともある。ただしサイキック訓練を積んだ者や特殊な人間には通用せず、トーチウッド職員やシェイクスピアに通用しない描写があった。シリーズ1ではジャックが使用し、シリーズ6ではマダムコバリアンの部下たちがサイキックペーパーを使ったサイキック訓練をしている様子が描写されている。レーザースクリュードライバーマスターが所持する武器であり、 ソニックスクリュードライバーより大型のスティック型の機械。物体を攻撃したり、古くさせる効果を持つ。生物に対しても老化させる効果があり、これによってドクターは老化させられた。マスター以外の生物は操作できないように設定されており、ドクターはマスターから奪い取ったものの使用できなかった。トーチウッド詳細は、トーチウッドを参照政府、警察、国連にも属さない、 存在が秘匿されているエイリアン対策専門の組織。エイリアンの技術を発見、研究して英国に利益と英語をもたらすことが目的。ユニットの本拠地ユニット国連の庇護のもと活動する、諜報、軍事機関。組織名は、統合諜報本部の略。二代目ドクターと七代目ドクターが1960年代に関わった事件から組織される、旧。 その後、エイリアンについての情報を求めて3代目ドクターに協力を要請。ドクターもこれに応じ、3年完成式なメンバーとして、コンパニオンのリズと共に活動する。タイドクターのために組織された、トーチウッドとは違い、ドクターとの仲は良好である。世界各国に支部があり、必要があれば、各国の陸軍、海軍、空軍に協力を要請できる。使用する兵器は、 通常のものにエイリアンの技術を組み合わせたものである。またエイリアンの言語を翻訳する機械や月面基地なども所有。旧シリーズで多くの設定のズレが生じており、正確に何年結成かは不明とされる。ドクター・フーにおける年表を参照。ドクター・フーは様々なスピンオフ作品が作られている。以下はその主なものである。BBC ラジオによって制作された。 ラジオドラマ版。声も、歴代のドクターを演じた、役者本人が演じている。初期ドクターが演じる古いエピソードの中には、テレビ版が破棄されたために映像が現存しないものも、あり、一次資料としても貴重なものである。BBC 版がヒッとして間もなく、劇場用に作られた、以下2本の映画が存在する。前者は、テレビシリーズシーズン1のザ・ダリックス。 後者はシーズン2のダリックス、インベージョン・アースのリメイクであり、どちらも人気の仇役、ダーレクをメインに据えた内容となっている。日本では両作品とも VHS 化されている。主演のドクター役は、ハマーフィルムの古典派ホラー映画や、スター・ウォーズシリーズのモフター・キン総督役でも知られる、ピーター・カッシング。このシリーズのドクターは、テレビシリーズ初期の設定に順次、 孫と一緒に時間旅行をしているという設定である。ドクトル・フー・ザ・カーズ・オブ・フェータル・デス・コミック・リリーフのチャリティー活動のために制作された単発ドラマで、正規のシリーズというよりはそのパロディ番組である。当時ドクターは8代目まで登場していたが、このドラマでは9代目ドクターをローアン・アトキンソンが演じた。その他10代目をリチャード・イー・グラント、11代目ドクターをジム・ブロード・ベント、 12代目をヒュー・グラント、13代目ドクターをジョアンナ・ラムリーが演じた。秘密情報部トーチウッド新シリーズに登場していたキャプテン・ジャックを主人公としたドラマシリーズ。キャプテンをリーダーとするトーチウッド・カーディフ支部の活躍を描く。ドクター・フーとは設定が異なる点がある。BBC で2006年10月22日より第一シリーズが 2008年1月16日から第2シリーズが2009年7月6日から10日にかけて、第3シリーズが2011年7月14日から第4シリーズが放送されている。ドクター風より大人向けの内容となっており、BBC での放送時間も午後9時からである。なお、トーチウッドはドクトル風のアナグラム。日本ではスーパー。 ドラマ TV で2010年1月6日から4月5日まで字幕吹き替え版両方で第1シリーズが放送され、その後第2シリーズ第3シリーズも放送された。シーズン4は BBC と米国スターズエンターテイメントとの共同制作となり、カーディフとアメリカ両方が舞台となった。ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズ新シリーズでドクターと再会したサラ・ジェーン・スミスを 主人公とする子供向けドラマシリーズ。サラ・ジェーンと一緒に冒険をするのは近所に住む子供たちでドクター・フーからのゲストキャラクターも時折登場する。一つのエピソードが庭で完結するのが特徴。BBC で2007年1月1日にスペシャル版が放送された。2007年9月24日から第一シリーズが、2008年9月29日から第二シリーズが、 2009年10月15日から第3シリーズが2010年10月11日から第4シリーズが放送された。2011年4月19日にサラ・ジェーン役のエリザベス・スレーデンがガンのため死去し、これを受けて BBC はすでに撮影が終わっていた第5シリーズの3エピソードを放送しドラマの終了を発表した。2011年10月より放送予定。 CBBC でも放送される。KQ レジェンド10ネットワーク10で放送されたオーストラリア制作のドラマ。舞台は2050年の英国。アンドロイドメールアプリ K-9 メールのアイコンで有名なドクター風の犬型ロボット K-9 と少年たちの冒険を描く。初代ドクター時代に登場したゼフォンや三代目ドクター時代に登場したアクソスが登場する。 クラス、クラス、コールヒル高校の生徒たちを主人公にしたドラマ。コールヒル高校は、ドクター風に登場する架空のイギリスの高校。ドクターの孫娘スーザンが通い、初代コンパニオンだった科学教師のイアン・チェス。ヤングアダルト小説の作者として高く評価されている、パトリック・ネスが脚本を執筆。本編と違って幅広い年代層ではなく、 ティーン・エイジャー向けの作品となっている。全8話で打ち切り。日本では2018年より、フール u で配信開始。ドクター・フーの小説家作品のうちいくつかは日本でも、早川文庫から1980年に刊行された。1960年代より、複数の出版社より制作され続けてきたが、現在の出版社は、タイタンコミックス、パニーニコミックスの2社。 過去にデイビッド・テナント、ビリー・バイパーらがコミコンに登場している。フービアンも参照注射出展1出展に。ありがとうございます。